どうもこんにちは、旬ダイアリーメンバーのすずです。本日の企画はですね、私にこれまで来たコメントに対して反論していくという企画なんですけれども、アンチコメントに物申したいっていう厳しい感じではなくて、私に対するコメントは就活に向かう姿勢だったりとか学歴に関するコメントが多くて、そのコメントを見てくれてる他の視聴者さんも傷ついてる方多いかなっていうふうに思ったので、私が今回実体験をもとにそういうコメントに対して反論していって元気づけられたらいいなっていうような動画になっております。まあ前提、私の動画はいいコメントがたくさんついてるっていうのも知ってるし、ただ嫌なコメント一つっていうのは何十件ものいいコメントよりも威力が大きくてやっぱ目についちゃうっていうこともあったので、今回はそういうコメントを取り上げて反応していけたらなと思います。今後コメントするときはね、今あげるようなコメントをなるべく控えてくれると嬉しいです。で、私の嫌なコメント、もういろんなジャンルがあったので、今回はジャンルに分けて反論していきたいと思います。1つ目は時期に関するコメント、2つ目は社数に関するコメント、3つ目が学歴に関するコメント、4つ目が就活に取り組む姿勢に対するコメントがありました。みんなそれぞれ自分が当てはまるなって思うものに飛んでもらったら、私なりの実体験を基づいてそのコメントに反論しているので、自分が悩んでるなって思うものに飛んで見てくれたらなと思います。じゃあまず一つ目が時期に関するコメントです。時期に関するコメントはこんな感じのものが来ておりました。まず感情的になって反応させてもらうと、やばいって何？やばいってその語彙力が低すぎるから、何がどうやばいのかをちゃんと書いてください。もう今後こういうコメントしないでほしいけど、もし書くとしたらちゃんと具体的に書いてください。もう企業残ってないみたいなことに関しては、私就活始めたの3月末だったんですけど、まだ企業残ってたってところがあって、まあ私が行きたい企業が残っていたのであって、もう他の企業はもう選考終わってるところとかももちろんあったので、まあそこはちゃんと自分の行きたい企業とか業界がどの時期に選考あるのかなっていうのを見極めてから就活始めればいいと思ってます。いい企業残ってないよ的なヤバさで言うと、いい企業イコール多分大手だと思ってて、このコメントしてる人は就活生みんな大手を狙ってるとか大手に行きたいって思ってると思うんですけど、そうじゃないよね。社会的にいい企業イコール大手ってなってるけど、そうじゃなくて自分なりのいい企業を探して自分に合った企業に行ければいいっていう風に思ってるので、この人が言ってる大手って大手のメーカーとか商社とか昔からある業界とかだと思うんだけど、そういうところは締め切っちゃうの早いけど、そうじゃなくって、なんか私は自分にとってのいい企業が IT 系のメガベンチャー系の企業で、そこは選考がまだ続いてたので、だからこの時期に就活してたっていうのがあります。もう一個、内定時期遅いイコール無能みたいなの考え方もまだあると思うんですけど、内定時期とかで優秀かとか無能とかって決めるのはマジで本当に浅はかだというふうに思ってて、この人たちが言う優秀って、大きい企業に受かってたら優秀で、あとはなんか内定時期早かったら優秀みたいなことを言いたいだと思うんだけど、それで言うと、例えば6月末に外資系のGAFAって言われるところに内定した人もいるし、私の友達で大きい外資系のメーカーに7月末に内定した人とかもいるんですね。みんな大学もちゃんといいとこ行ってて、みんなが言うような優秀の定義に当てはまる人たちも内定時期遅かったりしたので、時期で無能とか人として終わりっていう風に考えるのはあまりに浅はかだし、そういうコメントをしたらやっぱり同じ時期に就活してる人苦しんじゃったり悲しくなったりするので、時期で人のこと判断してコメントをするのはやめてください。私に対して対面で言ってくるならいいと思うけど、まあ、コメント欄っていういろんな人が見てるところで、私以外も傷つく人がいる場所でそういうこと言ってくるのはちょっとデリカシーがなさすぎるかなと思いました。結論、言いたいこととしては、就活早く始めるに越したことはもちろんないと思うんだよね。でも遅くても大丈夫だよっていう、就活はこの企業に内定したら優秀とか、早い時期に内定したら人として優秀みたいな感じに思われがちなんですけど、まあ、時期とか企業とその人が本当に人として優秀かとか仕事ができるかとか人として素敵かっていうところに相関は完全にはないと思ってる。それはいろんな就活生を見てきて思った。例えば面接で話すのめっちゃ苦手だけどマネジメントすごい上手な人がいたりとか、 ES 書くのすごく苦手だけど仕事はめちゃできたり営業めちゃできたりみたいな人もたくさん見てきたので、就活だけで無能か有能かとか人として優れているか優れていないかみたいなのは判断するのおかしいと思うし、それでなんか自分のことをあまり責めすぎないでほしいなって思います。企業生に関するコメントはこんな感じのものがありました。
就活ってさ20から30とか受けるっていう暗黙のルールみたいなのがあって、なんかそれぐらい受けてないとやばい、またやばいっていうその語彙力のないコメントが来るんだけど、やばいっていうのは具体的にすると面接スキルが上がらないとか、持ち駒ないと大志望落ちた時に行く先なくなるとか、そういうことだと思うんだよね。なんかまず面接スキル、ここに関しては、まあ、確かに面接スキル必要かもしれないけど、私が就活やって思ったのはそこっていうよりかは面接の中で話す内容を濃くするためにいろんな経験を積んだりとか、熱量を持って話せる経験を積んだりすることが大事だなっていうふうに思ったんですね。なので私の場合は面接練習めっちゃいろんな企業でやるっていうよりかは、そうじゃなくて面接の中で話せる経験をたくさん積んでいくっていう方を頑張ってました。で、結果として面接の場数めっちゃ踏むっていうことをしなくても第一志望に内定できたので、私みたいな感じの就活してる人は自信持ってほしいなって思います。そう、視野狭いっていうコメントがあったんですけど、まあ別に自分のやりたいことが決まってたらそこだけに就活するのも全然ありだと思う。本当に就活って正解がないから、こういう感じで就活でいかにも正解があるかのようなコメントを言ってきたりとか、友達とかでもね、これが正解だよみたいな正解を押し付けられることあると思うんですけど、本当に正解ないし、みんなそれぞれ自分のやり方があると思うので、それを信じて一回やってみるのもいいんじゃないかなって思います。で、まあここで言いたいこととしては、何十社も受ければいいっていうわけじゃなくて、何十社も受ける目的は自分のやりたいことを見つけたりとか面接スキルを磨くことだと思うから、それが別に達成できてれば何十社も受けるっていう手段を取らなくてもいいと思ってる。で、かつ私は何十社も受けて、別に行きたい企業じゃないから対策とかもあんまり本気で頑張らなかったりとか、あんまり行きたくないなって思いつつやってるから全然受からなかったりしたんだよね。それですごいメンタル病んじゃったりしたから、そうなるのであれば他の先輩に面接練習頼むとか、受けるっていうことだけが手段じゃないと思ってます。3つ目が学歴に関するコメントですね。これが一番私も傷ついたし、私だけじゃなくって動画を見てる他の視聴者さんも傷ついてるというか落ち込んでる人が多いと思いました。で、こんな感じのコメントが来てました。もうもちろん学歴は大事だよ。これまで頑張ってきた努力の成果だから、どこどこ大学に入ってたから優秀とかって測るのも分からなくもないけど、学歴が低いだから受からないとかだから無能っていうのは自分の可能性を狭めすぎてると思う。なんかそういう風にコメントしてる人見ると、この人は何でも環境を言い訳にしていろいろ諦める人なんだなっていう風に思っちゃったりとか、人のことを肩書きで判断する人なんだろうなっていう、ちょっとかわいそうな人なんだなっていうのを見てて思ってしまいました。どこどこ大学だからもう分からないしとか、どこどこ大学だから就活落ちちゃったんだよ、もう無理だみたいな言い訳することは簡単だけど、でも頑張ったら絶対に覆せる。今の環境抜け出したいなとか、今の自分変えたいなとか、肩書き覆したいなって思ってる人がいたら、環境、大学とか肩書きを言い訳にせず、最後ここで本気出して頑張ってほしいなって思います。まあ、私も自分の大学にもちろん誇りあるし入ってよかったなって思ってるけど、インターン始めた時も周りの人がみんな高学歴ばっかりで、あ、自分は絶対役立たずだなっていう風に思っちゃってたけど、だから私はここで覆したいなって思って、目の前のことを一生懸命頑張ったし、一生懸命頑張った結果70万近く再生される動画を作ることができたし、学歴を言い訳にせず目の前のことに取り組んだ結果、ちゃんと実力としていろいろついてきたから、何かを始めたり何かを頑張ったりするの遅いってないと思ってて、今日から本気で頑張ってください。最後は就活に取り組む姿勢に対してなんですけど、まあ、高望みしすぎなんじゃないとか、インターンやってるからダメなんじゃない、インターン今すぐやめろよとか、プライド高すぎて受かんないんじゃないみたいな感じのコメント。一個言わせてほしいのが、こういうコメントするのは100歩譲っていいよ。ただこういうコメントのいいねを押す人がいっちゃん立ち悪いから、コメントしたらまあ名前出ちゃうからさ、まあ、ある程度覚悟を決めてコメントしてくれてるんだろうけどさ、それに対していいねを押すやつが一番悪い。いいねじゃなくて直接言いに来いって話、本当にやめてほしい。で、その就活に対するスタンスとか取り組み方に対するコメントなんですけど、正解ないからさ、みんな自分が思うようにやればいいんだよ、自分が思うように精一杯やればいいと思う。これ反論になってるか分かんないけど、結果的に私はインターンと両立したからこそガクチカで言うことが増えて内定をもらえたし、努力しないっていうのは何の結果もついてこないなって思うから、何か結果が欲しいのであれば、まあ、何かしら自分が正解って思う形で本気で頑張れればいいのかなって思います。
私は応援してくれる人の方が多かったから、例えば100件コメントついたら多くても5件アンチコメントが来るぐらいだったから、その他の95はいいコメントだったりしたから、それはすごく嬉しかったし、他の就活生はさ一人で就活頑張るわけじゃん、励ましとかもあんまないわけで、その中で応援してくれる人がいて、励ましてくれる人がいて、私の内定を喜んでくれる人がいるっていうのは本当にありがたかったし、いい経験だったなって思いましたね。今回はこういうアンチコメントしか取り上げてないけど、たくさんいいコメントをくれた人はすごく嬉しかったし、このコメントを見て私はイベント開催したいと思ったんだよね。2号卒限定になっちゃうけど、就活頑張る人と先輩で就活相談できたりとか、23とか24とか原則来れないけど、就活アドバイスしてくれる人なら来れるので、私に対していろいろ応援してくれた人はぜひ会いに来てくれると嬉しいです。嬉しかっただけじゃなくて、真っ当な批判コメントとかもあったから、それで客観的に自分の悪いところに気づけたりとか、自分の直した方がいいところにちゃんと気づけたのは良かったです。だから真っ当な批判コメントしてくれた人はむしろありがとう。ということで、私のこれまで来た誹謗中傷に対して反論してみました。ただなんかそのアンチコメントに反論したいっていう意図ではなくて、それを見て傷ついてる同じ風の悩みを持った就活生を励ましたいと思って作った動画なので、まあ、その意図を組んでくれて、同じ感じの悩みを抱えてる就活生が元気になったら嬉しいなと思います。今後もね、2号卒の子たちが頑張ってる映像がどんどん流れると思うんですけど、ぜひ皆さん応援してくださって、あとマットの批判はまあもちろん大丈夫なので、みんなで成長していけたらなと思います。ということで、これからも温かく時には厳しく見守ってください。ありがとうございました。ここでセンダイリーからお知らせです。期間限定で ES 添削サービスを無料で実施しています。 ES は添削してもらったら通過率マジで上がるんで、この機会に活用してください。夏こそ頑張ろうと思ってる就活生に向けて、ダイアリーからの応援キャンペーンの方です。ありがたい。この夏限定なので概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。